姿勢は、谷崎純一郎の短編小説。谷崎本人が処女作だとしている短編で、皮膚や足に対するフェティシズムと、それに溺れる男の性的盗作など、その後の谷崎作品に共通するモチーフが見られる、初期の作品である。1910年11月、同人誌の第二次、新市長第三号に掲載された。単行本は、 翌1911年12月に、もみ山書店より刊行された。世の中が今のように激しくきしみ合わない自分、多くの人々が入れ墨をしてその衣装を比べ合っていた。中に、聖吉という、元浮世良い職人の堀石がいた。聖吉は、美女の体に、己の魂を掘り込みたいという祝願を持っていたが、満足する女を見つけられずに過ごしていた。そんな中、 カゴのすだれから女の美しい白い足がこぼれているのを見て、聖吉はこれぞ自分の求めていた女だと確信した。聖吉はこの絵にはお前の心が映っていると言いながら処刑される男を眺める日が描かれた画服を見せ、さらに男たちの死骸に見せられる若い女を描いた肥料と題する画服も見せた。怯える娘を麻酔で眠らせた聖吉は彼女の肌に 巨大なジョロウグモの入れ墨を掘っていった。麻酔から覚めた娘は、魔性の女に変身し、鋭い目を輝かせ、お前さんは真っ先に、私の肥料になったんだね、と聖吉に言った。そして帰る前に、聖吉に促されて、もろ肌脱いだその散乱たる背中を朝日に輝かせた。1966年1月15日公開。大英制作。カラー、86分。 読みは入れずみ。姿勢の他に、同じ谷崎の短編小説、おつや殺しも元にしている。公開時のジャックは、怪しい官能の異常な世界に引き入れる谷崎、文学の完全映画化。である、キネマジュンポーベスト10では、県外の第29位となった。1984年公開、日活制作で、日活ロマンポルノの一作。 現代劇に本案されている。キネマ旬報ベスト展では県外の第61位となった。2005年制作、2006年公開、アートポート制作、現代劇に本案されている。2007年公開、アートポート制作、現代劇に本案されている。2009年6月6日公開、現代劇に本案されている。 2009年6月27日公開。谷崎の2つの短編、本作、姿勢と秘密等を原作とする。テレビ東京、月曜、女のサスペンスにて、文豪シリーズの一編として、1988年10月17日に放映された。54分枠単発。姿勢、入れ墨に関するカテゴリー、姿勢素、SI、合性に関するカテゴリー、入れ墨落ちた。 女郎雲に関するカテゴリー。入れ墨背負う女に関するカテゴリー。入れ墨に追いつきのごとくに関するカテゴリー。姿勢、魔性の秘密に関するカテゴリー。ありがとうございます。